ちゃこんにちは。ゆだこさん、はい、立浪さんの、まあ、中日に監督就任というものが出てから、うん、なんかポロポロといろんななんかニュースでちょっともう水漏れ状態、洪水状態になってるしまってるんですね、蛇口が。ポロポロ総格というか、そうだ、ね、はい、出てるんですけれども、まあ、楽しみだよね。やっぱり新監督のさ、総格っていうのもさ、はい、まあ、人脈的なことも含めてね、はい、まあ、楽しみでもあるし、発表されたら不安にもなるし、うん、っていうことだよね。そうですね。で、その今、まあ、最新情報、まあ、発表にはなってないけどね、はいはい、発表にはなっていないんですが、まあ、ニュースや立浪さん本人はちょこっと、うん、まあ、ちょこっとに、なんかもうね、監督を引き受けたとは思うんだけど、はい、それ聞かれるよね。聞かれたら、はい、いや、まだ知らんとはなかなか言えないよね。言えないですし、最初知らないと言っても記者は聞き方がうまいんで、あの手この手で誘導して聞き出しちゃうんですよね。ノーコメントっていうのも冷たいしな。そうなんですよ。関係性もね、あるだろうし、そう、ね、まあ、そんな中で、はい、落合さん、落合英二、はい、落合英二さん、ピッチングコーチでという話も出てますが、はいはい、これはどうですか。これもね、立浪が監督になるずいぶん前に、はい、お前いずれね監督になるんだから、はい、ちょっとお前組閣って考えてんのって言ったら、はい、まあ、落合英二の名前は上がってたよね、うんうん、やっぱりずっと信頼してたし、落合英二っていう人間も立浪がなるということを信じて、はい、他の人のところでユニフォームあんまり着てなかったんだよね。あ、着てない。そうか、そうなんですね。うん、だからそういうなんか信頼関係というか、はい、まあ、相思相愛というか、はい、まあ、そういう関係だから、はい、非常にうまくいくと思うしね。落合英二さんがピッチングコーチとなると、やっぱり中日って投手王国っていうのをずっと言われてますし、このまま引き継ぐ感じですか、それともやっぱ落合さんの色というか何か出されるというか。まあ、色っていうか、色って結局何なんだっていうことだよね、うんうんうん、だから、まあ、そんなには大きくは変えないと思うし、はい、変わらないと思う。あ、じゃあ今の引き継ぎながらっていうことに。もちろんもちろんもちろん。で、まあ、大塚が入ってるでしょ、はい、うん、だから、まあ、メジャーも経験してるし、うん、まあ、大塚っていうのもハートがあるし、はい、まあ、落合英二っていうのもハートがある人だから、うん、いい組閣だなっていうふうに思う。で、今名前が出ました、その大塚さんも今回入ってくると、はいはい、そうだね、うん、こことの立浪さんの関係性というのは、いや、まあ、昔から、まあ、知ってるしね、まあ、中日でもやってるでしょ、大塚ってね、はい、だからそういう意味ではそういうところで人脈というか、はい、まあ、そういうものが出来上がってたということだよね。そして宮本慎也さんなんですけれども、ヘッドコーチかと一時言われてたんですよ。まあ、そうだね。これは、まあ、これは声は一応かけたと思うんだけど、はい、まあ、まあ、話がうまくまとまらなかったと。ちょっとびっくりしました。決まったのかなと思っていたので。いやいやいや、まあ、そりゃさ、やっぱ人の人生があるからさ、はい、宮本もヤクルト出身で、はい、まあ、宮本が中日のユニフォームを着てたりだとか、過去にね、はい、ヤクルトから中日行ったとか、うん、中日からヤクルトに来たとか、はい、まあ、そういうことであれば多分おそらく来てたんじゃないかと思う。でも生え抜きで、まあ、ヤクルト、うん、一途に来てたからね、はい、だからそういう意味では、まあ、ちょっと今回は来づらかったんじゃないの。いろいろ、そうですね、いろんな事情ってありますか、ね、まあ、まあ、大人の事情もいろいろあるしね、うん、はい、決してその立浪のことを嫌とか、はい、ね、野球感がどうのこうのとかそういうことじゃない、うん、やっぱり夢の問題があるから、はい、うん、だからそういった意味ではちょっと話がまとまらなかったけどね。そうですね。ヘッドコーチはじゃあ、ヘッドコーチはね、落合に任すんじゃないかなっていう。あ、そうなんですね、うん、あ、じゃあピッチング、だから作戦はできるじゃない、立浪、はい、が、うんうん、まあ、そうですね、ヘッドコーチ置かなくたって、はい、だから、まあ、ピッチャーのことを全部全権に任しをして、はい、で、まあ、攻撃作戦とかそういうものは立浪がやるという、ね、お、まあ、最大のでもこの組閣の中で片岡だよね。そうです、片岡さんです。だから片岡をどこに置くかということ、ここなんですよ、ね、片岡を2軍に置いたという、はい、で、やっぱこう1軍と2軍が同じ野球をやらないと、はい、もう全然下では違うことをやってる、うん、ね、教え方も、はい、で、上行ったら直される、打てなくなる、はい、で、守れなくなる、で、帰ってくるみたいな、そういうんじゃ困るわけよね、はい、だからまあやっぱこうPL で同級生で、まあ、野球感もあって、はい、それがもう統一を持って中日を変えていくという、うん、ね、それはやっぱこう非常に理想に近いし、本当だったらよ、はい、
一番話せるやつだと思うんだよ、立浪が。片岡さんのことですよ、ね、だからヘッドコーチを置いて、はい、ね、で、あのゲームが終わった後もでも、はい、やっぱこう、あっちゃんどうするって、たっちゃんこうやろうとか、うんうん、まあ、いろんな話ができたと思うんだよ、はい、でもそれをあえて1軍と2軍に分けたということが、俺は一つの、まあ、目玉になるんかなっていう、理想形になるのかなっていう、そういうパイプがね、上と下のパイプが理想形になるのかなというふうには思うけどね。そうなんですね。だからやっぱり、うん、最初片岡さんの名前が出た時にやっぱり皆さん、あ、ヘッドコーチなのかなっていう思ってらっしゃる方、やっぱ私もそうですけど多かったので、あ、二軍の監督かっていう。あとやっぱ賢いのは、うん、やっぱヘッドコーチを同級生とか置くとおかしくなるね、人間関係が。あ、そういうものね、やっぱね、ズレがあるよ、多少野球のズレとか、そうなってくるとうーんっていうね、表情に出たりだとか、はい、いろんなことが起きるはずなんだよね、うん、これが年下でさ、はい、やっとけば、うん、まあ、別にいいんだろうけど、同級生で長年付き合ってきた人間でさ、はい、まあやっぱり1軍と2軍っていうのはよく考えたなと思うよね。そうですね、うん、あと他に今中村のりな、あ、そうです、そうです、うん、中村のりさんはのりと森のね、バッティングコーチはね、森のコーチ、はい、だから中村のりって、はい、やっぱりこう個性が強いからさ、そうですよね、まあ、どうなんだなと思って、はい、まあ達也に聞いたよ、あ、聞いたんですか、聞いた、はい、大丈夫か言っていやいや、大丈夫かっていうのは、はい、個性がある人間っていうのは、うん、やっぱこう一匹狼で群れから外れると、はい、やっぱこうコーチと監督っていうのは一枚岩で行かなきゃいけないんだよね、はい、そうなった時に性格的に一枚抜けるようなタイプだからさ、それ大丈夫かって聞いたのね、はい、教え方とか理論だとかそういうものっていうのはもうね、太鼓判を押してもいいぐらい大したもんなんだよ、やっぱ考え方とかね、でもそういうやっぱこうチームだからさ、はい、そういうのは大丈夫かっていうふうにまあ聞いたら、はい、いやいや、まあ僕がいるから大丈夫ですと、うん、あ、そうか、もう立浪さんがあるんですね、そう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 、うん、だからそれはさせませんと、おー、だからまあまあ大丈夫なんだろうけどさ、はい、まあ森野はね、あ、そうですね、もう変わりだらけなんでしょう、立浪の言うことだったら何でもそうですよね、でまあ大西というのが、はい、荒、うん、木というのが、はい、で残って、はい、で大西っていうのももうジャイアンツでも、ね、うん、コーチの経験もあるし、はい、でいろんなところでユニフォーム着てるから、はい、まあまあいい組閣だと思うけどね、あとファームをどうするんだよね、そうですよね、だからその片岡さんしかまだ今名前が出てなくて決まってないので、他がじゃあファームどうなっていくのか、ファームはどうでもいいっていうわけにいかんがそうですよ、そこはあれなんですかいやだから、春とか、はい、そういうのが、はい、バッティングコーチで残ってるからね、はい、だからそこを残すかどうか、あ、とか、はい、まあ、そういうことだと思うんだけどね、うん、で浅尾とかもいるし、そうですよね、ピッチングコーチ、はい、だからそういうのを残しながら、うん、上の色と同じような色に変えていくというか、うん、そういう作業をするんじゃないかなっていう、本当にガラッと変わって、まあ、そうだね、どんなその新しい中日、うん、立浪さんの中日を見られるのかすごく楽しみです、まあ組閣もそうなんだけどさ、はい、まあ、楽しみって言ったらどう野球が変わるのかどうか、はい、バンテリンドーム、まあ、特殊な球場だよね、はい、一番広くて、うん、で中日自体がホームランが少ない、はい、じゃあどうやった野球をやっていくのかっていうのが俺は楽しみだし、はい、まあ、片岡が、うん、まあ、おそらく厳しい野球というか、うん、やっぱファームってさ、はい、その技術だけじゃなくて人間的なことも育てなきゃいけないと思うんだよね、はい、人としての、はい、人となりをね、うん、教えていかなきゃいけないし、まあ、片岡っていうのはああいうがさつな人間に見えるかもわからないけど、はい、本当にきっちりしてる男だからさ、はい、だからそういう挨拶にしたってさ、うん、そう一つそうだしさ、だからそういうところもちゃんとしてね、襟を正して、うん、俺は片岡を教えていくと思うし、うん、だからそれについてこれって技術の伸びた選手っていうのがすごく素敵なチームになっていくだろうなと思うね、上はそんなことを言ってる暇ないんだよ、もう勝負だから、うん、でも下ではそういう若い子をね、はい、人というのは社会人としたらどうなんだとか、はい、まあ、いろんなことを教えるのは俺片岡はもう本当適任だと思うし、あ、じゃあ本当にファームの監督適任なんですね、やっぱり片岡、いや
ファームだけじゃないよ、うん、上も もちろんできるんだけど、はい、でもそういうふうなことがやっぱこう浸透していけば、はい、まあ、素敵なチームになっていくし、そうですね、なんか一本筋の通ったというか、うん、そういうチームになるんじゃないかなっていうふうには期待してるけどね。そうですね、あとは他のまたね、新たなどういう人たちが入閣というか入ってくるかっていうのもちょっと楽しみに今後したいですけど、まあ、片岡と春が組んだらめちゃくちゃ厳しくなるからじゃあ今ね、中日の選手たちはちょっとピリッとしてないと。いや、ピリッとはもうやっぱり勝負の世界だから、はい、やっぱ緩むことっていうのはしちゃいけないんだよねやっぱりピリッとしとかないとさ。そうですね、だからまあこの前話をした時に、うん、いやもう高橋さん、最近の子供たちの扱いっていうのは、うん、はい、まあ、ある程度分かってきましたし、ただあいつ立ってるだけで嫌とするからさそのどうしたらいいですかみたいな、笑ってりゃいいんだけど、そうですね、グラウンドで笑うっていうのはなんかこうあんまり許されない男だからね、まあ、まあね、はい、まあ、まあ期待したいと思います。そうですね、楽しみでしょうからね、はい、楽しみにしたいです、はいはい。